ただいまです。壇上にいないかも。やっぱみんなどうかな、見えてる？よいしょ。なんかね、あーでもここ横あの壇上とまた離れた端の方にコメント、こんばんはとかのコメントが見えてるだけかも。あ、来た来た、やった、おかえり皆さん、おかえり、やった、来た、来ました、壇上みんないるよ、みんないる、やったやったやった一気にみんなゾロゾロってきた。ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。うん、次の前座までにはしっかり直しますよ。うん、そう、壇上にやっぱいるとみんな安心する。そのさ、キラキラとかもう何もない状態だったから今までそう、なんか音符とかも全然なくて、わあすごい今にぎやか、ありがとう。そう、あのねあの思ったんですけれども、あの私の部屋ってなんか微妙に暗いじゃん。だからあのリングライトみたいなのを買おうと思っているんですけれども、どんな感じのがいいんだろうって、そう、もうずっとなんか部屋暗いなって思う。いや個人的にはすごく部屋は明るいんだけど、あの画面を通すとめっちゃ暗くて、そう、欲しいななんて思ってる。だから買ったら報告させていただくからなんかおすすめなの教えて。そう、それを言いたかった。おすすめ何かないかなってか、そう、部屋寒い、私が今あれだからかな、部屋寒く感じてるから部屋寒く見えるかな。予算、なんか相場を知りたい相場を知りたい。なんかもう500円ぐらいで買えるんだったら全然500円とかでいいけど、なんか基本の値段がどれぐらいなんだろうっていつも思う。あ、そう、スマホスタンドと併用されてるやつが、併用っていうっけ、そう、なんかスマホスタンドとこうリングライトが一緒になってるみたいな、 ライトの間にスマホみたいなあ、1000円から3000円なんだね。ちょっと私も調べてみたいと思いますはい、今のはくしゃみでしょうか、咳でしょうかという感じのクイズができるね。先輩に聞いてみようかな。水を飲みます。うう、そう、なんかもうなんかね、今日めっちゃくしゃみ止まらなくてびっくりしたんですよくしゃみが止まんなくて、なんか寒いってわけじゃないんだけど、くしゃみが止まらないから、それに対しての寒気くしゃみしてったらだんだんとなんか寒気してくるようになって、そう、だから何とも言えないんだよね。あー、私の噂をしてたんだねそういうことか。え、でもなんかあるよね、1回は噂、2回はなんだっけ、なんとか、3回は風みたいな、それを先生に言われた気がするんだけど忘れちゃった。何これ、なんか織姫と彦星みたいな彦星、織姫かどっちでもないですでもなんかさ、何事もツボってあると思うから、ツボにやっぱハマってしまうと抜け出せないじゃないですか。そう、
笑うことに対してもくしゃみに対しても咳に対してもなんか人間ってやっぱそうやってるんだなーって、そういう風に作られているんだなーって思う。そう、私はめっちゃツボ浅いからさ、なんか本当にみんなが笑ってないどうでもいいこと、なんか誰かがボケたことでもなんか笑っちゃって、それでなんかずっと笑ってて、なんかすごい変なやつって思われてるかもしれないんだけど面白いよね何だろう、あと そう、変なやつどうなんだろうね。みんなでも4期みんな変なやつっていうかさ、その個性が強すぎてぶつかり合うから何とも言えない。そうだから、なんか本当平凡な私、凡人な私も、あの個性のさ強い、なんだろう、凡人の反対ってなんだろう、凡人超人天才じゃないの、なんて言えばいいのなんだろう、そう意外と平凡な人だけど、なんかそこら辺にいたら普通にどこにでもいそうな私だけど、そうなんかなんていうの、面白い人たちの中にいることによってまた私の個性も出始めるんじゃないかなって、なんか普通のことでもちょっと変わったことにできるんじゃないかなって。あ、平凡の反対は非凡なんだ。非凡な皆さん、なんて言えばいいの、非凡ってなんかあんまいい言葉じゃない、もしかして。でも凡じゃないだもんね。そうあ、でもなんかコンサートの映像を見返したんですよ。その時になんか髪の毛って大事だなとか思ったしそう髪の毛大事だなって思ったし、あとなんか何の振りもない時の手って本当にどうすればいいんだろうって改めて思った。あ、そう、偉人的な人、なんかやっぱみんななんか本当に前も言ったかもしれないけど大物感がすごくて、みんな4期みんななんか堂々としてるからそう堂々としてるから、なんか本当になんか普通の私もなんか堂々としてるように見えるかもそう、溶け込んでいきました、みんなの中にそう、なんだろう、でも本当にいろんなことはあるけど、なんだろう、宇宙の広さとか考えてみたら全然そんなちっぽけなこと悩みだなって思うようにしてます。あと毎月ロック画面を変えようって私の中で新しい目標ができたからいいかなって思います。そう、壮大な世界なんですよ。太陽系の一つの地球に私はその一人だけど、でもそれ以上に太陽系じゃないところの銀河はいっぱいあるし、もしかしたら人間じゃない生物がまた別のところにいるかもしれないから今のロック画面はなんか推しさん、好きな
アイドルさんの可愛い写真こういう風になりたいなって思う瞬間を切り取ってそうしました。水飲みます。はあ、宇宙人はいないわけないんじゃないですか。そうなんか喉の潤いが欲しくなってきたけど、へえ、私とマッシーさんの写真にしてくれてるの。そう、マッシーさん、マッシーさん、マッシーさん近づいてきてるよね。なんかもう考えないようにする。私はそんなこと言ってたらサホちゃんの配信が始まっちゃった、はあ、マッシーさんのこと考えないようにするって言ったのにマッシーさん大好きなサホちゃんの配信が始まっちゃった。でもなんか常に喉が熱くて、喉が喉首か首違う、全然違うこと話してた。ここが喉だ、ここが首だ。首がなんか熱い気がしてて、だからこうやって手はずっとそう冷たいからここで冷やしてます。いや風邪っていうほどじゃないんだよね。なんか咳が出ちゃって、あとなんか喉が痛いかなみたいな。そう、のど飴がちょっと遠いところにあるからちょっと取りに行くのがめんどくさいのでやめときます。そうだ、まだお仕事されてる方もまたね。そうなんかでも多分だけど、そうのど飴さん歩いてきて遠いな、ちょっと遠い。なんかね、喉はなんか長引きたくないから、個人的に、個人的にっていうかどこも長引きたくはないんだけど、熱はさ、なんかそう流行ってるんだねやっぱ。そう、なんか本当に喉大事じゃないですか、何事にも。話す時も喉必要だから。そう、でも今話してる分には喉に負担はかかってないからいいなって思うそう、喉の調子悪いの1ヶ月ついた時、そうだよね。でもなんか美味しい食べ物を食べてしっかりとそう対策していきたいなって。でも飲み物飲むときになんか痛いって思わないかも、そんなに。うん、大丈夫、全然。その喉使わずに生きるのは難しいですよね。うん、なんかその喉飴を常に舐めてる状態じゃないとなんか咳が止まらなくなってくるから咳は喉飴舐めてる時も変わらないんだけど、この違和感が喉飴舐めてる時はちょっと軽減されるから私は舐めてるんだけどそうだからもうこの時期だけど、私今加湿器出そうか迷っててもううがいもう本当にあの10分に1回ペースでしてる本当にあの授業と授業の間にしてます。ごめん、10分に1回は嘘50分とかに1回ぐらい。
なんかでも乾燥って感じの季節じゃないじゃん今、逆じゃん、なんかジメジメしてるような感じの季節な気がするから、もうなんか今個人的にはすごく梅雨、雨降ってほしいなって思う雨降ってほしい、正直言うと。あ、そう、今日さ、あの朝起きて、なんか朝起きた瞬間に頭のガンガンさと、あとなんかここら辺の暑さと、あとなんかもう全身なんかちょっと関節痛そうな感じがして、あ、これもう熱出ちゃったやばいと思って熱測ったら35度5でしたこの話がしたかった。そう、めちゃめちゃ平熱でした。めっちゃ平熱、本当の平熱。そう、もう本当に何なんですかね、お母さんにもう熱測ったって言われて、測りました35度5でしたって言ったら、普段じゃんって言われて、そうですってでもなんかめっちゃ歯磨いた、今日歯磨く時間が信じられないぐらい長くて、でもなんか私はあのどんなに遅刻した時でも、あの歯を磨く時間は、あの歯を磨く時間は長くありたくて、大丈夫かな、そう、全然お母さんに敬語じゃないんだけど、そう、35度5だったよって言って、なんか歯を磨く、多分だけど、なんか何なって、なんか多分お母さんがかけたアラームかな、なんかわかんない、私も絶対にこっちから鳴ってるはずなんだけど、でも音の反響的にこの壁から鳴ってるの。あ、ダメ、耳もやったかな。あ、でもなんか唾飲み込む時に耳が痛くて、そう、咳の被害が耳にも来た、耳にも来ました。そう、あるよね、なんかなんだっけ、あのなんだっけ、出てこない、あのなんだっけ、救急車のあのなんだっけ、なんちゃら現象、救急車のなんちゃら現象、あのドップラー効果なんかピーポー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 ピーみたいなすごいみんな分かってる、すごい、ドップラー効果、ドップラー効果すごいそれです。そう、なんか違う、なんか真似ができないかも。ピーポー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 ピー、ダメだ、あのなんか息も続かなくなってきた。そう、みんなドップラー効果だったね。なんかそういう話をしたい、私は。なんか意外とみんながこの現象は知ってるけど名前知らないみたいな。なんだっけ、あのパンのさ袋を止めるやつとかの名前なんだっけ、なんだっけ、あのこういう形のさ、バッグクロージャー、絶対にわからないんだけど、うん、あ、来たかも、トムが。はい、どうもこんにちはまだ時間じゃないかも、あとちょっとじゃない、多分ね、話しかけても聞こえてないと思うんだけど、うん、カリカリはもう全自動なので私のところに訴えてきても正直意味はないそう、トムがあの私のところに、人がいるところに訴えかけに行くんですよ。なんだけど全然あの私たちは何もすることができないので
何の成果も得られることができずに帰っていきます。進撃の巨人かな。そう、全自動なんです。本当に鼻声なんです、今日。だから そう、いつもなんか朝と夜の2回だけにあげてたんですよ。トム食いしん坊だから、食べさせないために、食べさせない、なんか太らないために、あんまり多くあげてなかったんだけど、よいしょ、そうなんだけど、分散型にしていこうかなっていう話をお母さんとして、そうだから、その毎回朝と夜に食べる量は減ってしまうけど、その分細かく食べていけるっていう感じです。そう、夜ご飯はこれからです。ネギたっぷりの何かが食べたい。1日何食なんだろう、わかんない、どうなんだろう。かといってなんか正直言うと食欲がない喉を目覚めすぎて、なんか誰とは言わないんだけど、一時期ね本当に喉飴しか食べてなくて、お昼ご飯とか一緒に食べてたんだけど、そのお昼ご飯もなんか全然食べずに喉飴だけで生活してる子がいたんですよ。なんだけど、そう、私その気持ちちょっと分かってしまってやばいと思ってる。やばい、どうしようなんか今ご飯食べようって思うけど、なんかお寿司2貫とかでいいかもそう、あ、じゃあそれを言っていいって言われたら言いますね後で聞いてく聞いときます。いや、お寿司のネタはエビです。エビのお寿司2貫ぐらいでもいいかもなんかもうなんか揚げ物が食べたいってわけじゃないし、でも私は本当に正直言うとインフルエンザの時でも食欲ってめっちゃ湧くんですよ。あ、ごめん、嘘、全然嘘、全然嘘だ、ごめん、全然嘘だ、すっごい嘘ついちゃった今年じゃない、去年の11月とかになんか4期稼働ぐらいの時にインフルエンザにかかっちゃったのね。そう、そのインフルエンザにかかった時にもうめっちゃ辛くて、なんか本当に辛くって、辛かった、すっごい辛くって、そう、全然嘘で、なんか今までの私だったら全然ご飯食べれたんですよ。インフルの時でもなんか変におかゆ2杯とかおかわりしてで、みかんもなんか1日5個とか食べて、あとなんだろう、意外となんかそう、コロッケとかなんかお惣菜とかなんだろう、おひたしとかいっぱい食べてたんだけど、去年の12月じゃない、11月、わかんない、あ、12月だ、そうだそうだ、12月でした。もう覚えてます、私12月クリスマスの日当日にインフルエンザにかかったんです。あれは怖かったですそう、クリスマス当日で、お母さんもなんかクリスマス当日にかかったもんだから、違う、イブか、イブにかかったもんだから、お母さんもさ、ご飯なんかめっちゃちょっと豪華なの用意してくれてたんだけど、全然
あの信じられないぐらい食べれなくて、ケーキも一口食べたくないって思って、で次の日クリスマスなのにおかゆだったっていう、なんか悲しい思い出を今思い出しました。でギリギリ31日のなんだ元旦じゃないね、年越しの時にやっとあのずっと家にいてくださいだけど、もうへっちゃらな期間、インフルの薬が効いてへっちゃらな期間あるじゃないですか、あのまだあの外に出ちゃいけないけどもうやることないんだよな、もう元気だしみたいな、その期間そう、あじゃあこれ今度ネタ MC でも使おうかなそうだから紅白とかも見てなんか夜まで起きてたんだけど、そうだけどあの初詣は人がいっぱいいるし、あとまだ外出ちゃいけない期間だったから行けなくて残念という感じの記憶だから、私なんか周りの流行ってる風邪とか全部もらうよねっていう話をお母さんとして昨日、でもお母さんってもうここ10年とか私がインフルになってもコロナになっても全くかかんなくて、なんか喉痛いかもって言いながら意外と元気みたいなそうなんか喉痛いかもとか言ってて、え嘘でしょって思って、そうごめん移してごめんねって言って、でその次の日ぐらいにごめん嘘全然移ってないみたいなそうの私のお母さんは本当に大事な時に意外といないことが多くてそういろんなことがある。そうオーディションぐらいの時にも正直言うとコロナかかったんですよ。オーディションにそうか去年の8月ぐらいにオーディションがあって、最終審査の1ヶ月前とか3週間2週間前とかでかかっちゃって、コロナにもうあれも本当に初めてのコロナでもう辛くてびっくりしちゃった、本当に辛くて、あれは本当になんか熱も下がらないし、熱下がらないし、なんか薬効いた時はあの熱もなんかだいたいなんか全部なくなるんだけど、薬効かないと夜中とか本当に高熱それが3日ぐらい続いて、しかも咳も止まらなかったし辛かったなーって記憶がある。そう何何あ味覚は全然あった、そう全然味覚あった、味覚障害とか鼻嗅覚障害とかも何もなかった、ただ辛い思いをしました。38度9とかじゃないそう、その時にコロナにかかって辛かった時にお母さんがなんと焼きそばを作ってきて、もう辛いって美味しかったんだけど、あの食べた後がしんどかった、そう熱がプラス薬食べ終わった後に薬も飲むじゃないですか、その飲んだ時にあの全然悪くないんだけど、聞き終わったぐらいにそのムカムカも一緒に来て、焼きそばのそう胃もたれが一緒に来て辛かった記憶ある。なんかうずくまってた、ずっと布団の上でかといってスマホを見る気力もなくて、なんか懐かしい思い出です。ロックだねそうでも私が正直言うとなんか
麺系が食べたいって言ったの。ご飯とかはあんまりいらなくて、だからなんか麺系がいいって言ったら焼きそばでした。そう、ぜひ話していきたいと思います、今度。じゃあそろそろ終わりにしようかな。水飲みますね。あ、でも確かになんかコロナになったなってからなんか何も体調悪くなったことなかったけど12月になっちゃったから、もう今回本当に何も、ただの喉の風邪ですって言われた。喉、扁桃腺が腫れてるわけじゃないんだけど、なんか喉がちょっと赤くなってるねーぐらいで終わりだった。そう、よいしょ、なんだい、なんだい。そう、じゃあ男女読みしていこうと思います。いきます。13位ゆうくん、ありがとうございます。12位なおくん、ありがとうございます。11位ドラゴンさん、ありがとうございます。11位かんちゃん、ありがとうございます。9位ビールバラさん、ありがとうございます。8位オクタゴンさん、ありがとうございます。7位富之助さん、ありがとうございます。6位カツさん、ありがとうございます。5位山ちゃん、ありがとうございます。4位松和さん、ありがとうございます。3位マサさん、ありがとうございます。203、ありがとうございます。そして1位はカバさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。本当になんかこんな鼻声でしたがすみません。でもどんどんとこう良くなる経過をぜひ一緒に見ていただけたらなって思います。なんか正直言うとスマホ見るのがすごい今はきついから、ずっとカメラとコメントしか見てないんだけど、ありがとうね本当に。土日は万全の体調でいきます。ありがとう本当に。今もう太陽のさ、なんかあれの部分が一番下なんですよ、暗さが一番真っ暗な暗さだから。ありがとうね、そう目を休めていきます。そう、ありがとうね本当に、今日は見てくれてありがとうございました。みんな壇上になんか戻ってきてくれて本当に嬉しかったです。本当、あ、日曜日の夜行く、待ってます。ありがとう本当に。それじゃあまたね、バイバイ。今日はちょっと早かったけど、ありがとうね、またねー。